白樺のフリー行きたかったらちょっと白樺のフリーやってきてもいいよ。セットアップの時の足首もう少しピシッと決めて、体だけ中入れるんじゃなくて足元をピシッと決めて、ワンタン3ゲートだよこれ。長く浅く長くね、押さえてエッチングを荷重かける時間でコントロールする。はい、左、右に行くターンのねセットアップ、もう少し外スキーが戻ってきたら切り替えね。スタンスがね狭くなっちゃうってことはね、やっぱ外外なんだろうね。ステムターンの原理ですよね。できるだけ膝がくっつかないように、ちょっとまた下までの大きい三角ができるように滑った方がいいですね。特に緩斜面。遅れてる、ちょっと遅れてる。前半少し長く早く作れないとポールの中ではゴテゴテになって